火力が足りないか。お前のやっとるネトゲのボス専用のパーティー構成表やろ。ふう、先生じゃなかったらバレなかったのに。うちの授業中に英度胸や。ボッシュ。なあ、練り上げた私の戦略が。見知りのようなものですから。
てるもんね。そうでしょ。友達がいなくて一人で寂しくお昼を食べるよりは全然いいじゃない。そうそう、感謝しとまえ。それに緊張感がないなんて言ってられませんよ。学園祭の準備があるんですから。半分強制参加みたいなもんじゃない。大丈夫じゃないの。わかんないよ。実は彼女は対立する学園から送り込まれた超スパイでね。現実と妄想をごっちゃにすんな。それよりとっととご飯食べたら。先生休みやから実習に。こらだ泉、何しとんのや、はよせ。どうか助けるね。しか見てないような気が。資料はお渡ししましたよね。記憶の彼方に消えてるかも。部屋のどこかにでしょ。このバカを見習っちゃダメよ。
に何もありません。今日はこのまま解散です。体育館が使えないんだよね。はい、他の学年の方にどうしてもと言われて。よし、今日は遊ぶぞ。今日もの間違いでしょ。けど、久しぶりに早く帰れるわね。そうしてください。明日からよろしくお願いしますね。あれ、コナちゃん、入り口にいるの豊ちゃんじゃないの？相談したいことがあるのですか？私にできること？っていうか、先輩じゃなきゃ無理っす。ってことは何？コスプレ？それともアニメ？学校だからアレゲー系はなしね。マイナ、マイノリティ。だったら市場調査だ。メイド喫茶って知ってるよね？言われるとまあ多少は。だったらうちの店に来なよ。鏡だったら大丈夫。ツンデレがどうとか言ったらぶっ殺すからね。自分の才能を認めないよ。もったいないよ。無線、ケーブル、あとプロバイダーは？わけわかんないです。
りネットにつなげないの。お姉ちゃん、ダメ？とにかく PC をチェックしてからかな。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないでいいよ、大したことじゃないし。ありがとう。それじゃあ、お願いできる？了解。んじゃあ私、ゆーちゃんとこに行ってくるから。ネットで感電しないから。どうして？ああ、帰りながら説明してあげるわ。みんな、行こっか。というわけで、今日から準備を手伝ってもらうわけですが、演劇をお願いします。加賀美さんのクラスと合同で行うイベントなんですよ。脚本は私の友達、監督はみゆき、
私も役者で出てるよ。私も結構楽しいよね。私は道具係なの。小道具担当だよ。私は監督兼進行係です。思う以上にきついです。補佐してくれる方がいるととてもありがたいのですが。私もあと一人欲しいよ。そうしていただけると助かります。遊んでるとかね。自分と一緒にすんな。そのぐらいの分別はつくよ。今日は持ってきてないもん。今日はってことは何？たまに持ってきてんの？やめられないじゃん。チャイムだ。じゃあまた放課後ね。了解。あれ、長森さん戻ってるよ。あの子？不思議な方ですよね。それよりも学園祭のお話をさせていただかないと。私呼んでくるよ。ちょっと待ってて。ごめん、ちょっといい？私、C組の柊かがみ。妹の司がこのクラスなの。知ってるわ。え？なんか言った？なんでもない。それより何？ちょっと時間いい？学園祭のことで相談があるの。
断るわ。私には関係ないもの。そんなことないわ。クラスみんなでやることでしょ。じゃあ、私はいないものと考えて。何それ、ちょっと無責任すぎない？責任なんて最初からないわ。話は終わりよ。終わってないわよ。あんた何様のつもり？別に、見たままよ。いい加減にして、私をバカにしてるの？お姉ちゃんどうしたの？喧嘩はダメだよ。わかってるわよ。けどこの子が。落ち着いてください。二人のお話は聞いてました。事情はわかってますからね。ナモリさん、面倒なのはわかるよ。けど、手伝ってくれないかな。もう一度言うわ。私はいないものと考えて。うん、鏡が怒るのもやむなし。人を見下したような態度で協力しようともしない。ああ、もうあんた最悪よ。好きに思って。けど考えは変わらないわ。ああ、頭きた。もう我慢できない。わかってるわよ。けど、なんで？なんかもうどうでもよくなったわ。うん、ごめんね。それからありがとう。おーい、授業やで。早席つけって。ん？なんでヒイラギがおるんや？別に。鏡さん、教室に戻ってください。私からも話してみますから。分かったわ。けど私納得してないからね。本当最悪だわ。だから後で職員室な。わかりました。お騒がせしてすみません。いや、面倒ばっかですまんな。大丈夫です、私委員長ですし。ゆきちゃん、私も手伝うよ。私もやるよ。けど、なかなか手強そうだけど。
ろしくお願いします。